のび太きさんをお腹から見ると違いがあった。風に揺られるオスののび太きです。冬バネでもオスは顔の周りが黒っぽいですね。のび太きが好きそうな草のそばにカメラを置いたらどうなるでしょうか。のび太きのオスがやってきたようです。顔が黒っぽくて、胸やお腹が狐色みたいな感じですね。田んぼを秋の渡りに使うのび太きは、稲穂より少し高いくらいの草などに止まることが多いです。風に流される、飛ぶ虫などを探しているようですね。飛んでいきました。また来ましたね。これもオスですね。鳥が飛び立つ前によく見られる行動があります。何でしょうか。50秒すると今度は白っぽいお腹ののび太きが来ました。メスですね。メスのお腹は綺麗な感じです。明るいサンドベージュみたいな色です。メスも飛んでいきました。遠くで飛行機も飛んでいます。そしてオスかメスか微妙な伸びた木が飛んできました。胸や腹の色が少し濃い色だし、顔の色はメスよりも少し黒みがあるように見えます。これがオス。これはメス。これはお腹がオスっぽく、顔はメスっぽいかな。他の野鳥の若い個体もそうですが、のび太きの若鳥は判断がしにくいようです。他にも若鳥の特徴があるそうですが、今回はお腹側を中心に見てみました。メスと思ってたら本当はオスの若鳥だったということもありそうですね。